こそ賛成やねんから、そんな、うん、だってもうそれ推進でずっとやってきたんだから、別に改めて僕がそこそ言う必要はないし、で彼らもそれしか言うことないやね。だから、今堺でやらないかん、あの市長が取り組まなあかん、課題はもうそれ以外たくさんあるわけやから、まあ、まともな政策論争を巻いては避けてるということでしょうね。それは竹山市長の政治資金の問題と、まあ、まあいわゆる身を切る改革というのが今回2つおっしゃられました。だから広域を一体化でやっていくというのはこれまさに都構想の、都構想の一つの、中身だからね。広域を一体化させるのと住民自治を拡充させるのが、広域一体の話はもうずっと知ってますから。今回中口さん当選されたのはどのようなところから連携をしてもらえますか。やれるところから、まずやっぱり東京事務所、もう簡単に言うと東京事務所は一つで一緒にあるとかね、それから、まあ、中本の、乗り換えのこう、もっとこう利用者の乗り換え負担軽減するとか、まあ、他にもいろいろあります。相手候補が追い上げてきたというような認識は、いや、もう最初から厳しいと思ってましたよ。初日から、応援に入られて、街頭は初日以来だと思うんですけど、それでもアゴラで発信されたりしていて、選挙戦通してですね、何か変化を感じたこととか、もしくは逆に感じたこととか。いや、もう選挙戦通して盛り上がりに欠けるとは思ってます。やっぱりみんなもう4月統一地方選挙後なんでね、選挙疲れというか、まあそもそもこう今日本の国ではね、選挙の投票率はもう低い、状況なんで、まあ、さらにやっぱり選挙疲れもあって盛り上がりに欠けるというのは最初から思います。過去の2回と比べてはどう？いや、もう、もうその何年も前のことね、あんま覚えてない。明日代表は結果をどこでどのように受けられるんですか？まあ、明日は家にいます。盛り上がりにかけるのは選挙疲れだけですよね。向こうが分裂してて、きちんと政党同士の戦いになってないし。いやー、もうでも、そもそもがやっぱりこの首長選挙に対して、関心が薄いということがあるじゃないですか。ごめん、都構想は訴えなくても、まあ、賛成というのは分かるというのは分かるんですけども、逆にその向こうが争点に従っていることに対して争点ではないという訴えはしなくてもいいんですか。いや、だからそれは長渕さんと構想を全面否定してるんじゃなくて、当たり前のこと言ってるだけで、大阪市がよく見ればその状況を見ますって言ってるだけだから、これは当たり前の話をしてるだけなんじゃないですか。で、僕らは間違いなくよくできると思ってるんでね、選挙戦厳しいっていうのはなぜ厳しい戦いになってると思いますか。やっぱあんだけデマビラが、あんだけこう巻かれると、嘘も100回言ったら本番になるからね。だからやっぱり、長藤が、市長になったら、何お出かけ応援パスがなくなるとかいう、まあ、そういうことを平気で言ってる人いてるからね。それからこれもありえない話だけど、中本の普代キャンパスがなくなるとか、このね、やっぱり、まあ、向こうも必死で組織で、そういう、こうデマを広げてるわけだから、ね、それやっぱりそういうデマを信じてしまう人もいてますよ。都構想反対というのは相手陣営の訴えというのが一定数その市民に対して響いてるというようなことは感じますか。だから堺がなくなると、まあ、2015年の住民投票の、時のようにね、大阪市がなくなる、何らかの、サービスが低下する、まあ、そういう、こうことをね、信じ込んでしまう人もいるんじゃないかなと思います。
すみません、まあ、相手の竹山さん の、まあ、あの政治資金の不祥事から始まった選挙なので、うん、まあ、地方維新には追い風かと思うんですけども、まあ、そこまで厳しい厳しいって松井さんおっしゃられるというのは、やっぱりそのデマと組織という人が作るんでしょうか。まあそうよね、うん、もうまあ、まあ相手の組織力かな、やっぱり。まあ、演説を見てると、なんていうんですかね、聞いてる方の反応は結構いいように見えるんですけど、うん、これはもう、会えてる人っていうのはごく一部ですから、もう選挙はいつも言ってますけど、目の前の人だけで判断できませんし、今日はある程度人を集められたんですか、動員とかされてたんですか。うちは動員ができません。よろしいですか。はい、はい、以上です。ありがとうございます。すいません、本日よろしくお願いします。